こんにちは。教育を裏から伝えていくノイタキュードの北岡と申します。本日の教育キーワードは英語4技能ということでして、英語4技能に関して、スペシャリストといいますか、非常にうまく実践されている、八雲学園中学校高等学校にお邪魔しました。で、本日は、副校長で、英語科の主任でいらっしゃいます近藤先生と、同じく英語科教諭の、ボッサム・サラ先生にお話を伺いたいと思います。すみません、お二人とも今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、じゃあまず早速ご質問なんですけれども、英語4技能っていう言葉が、3年ぐらい前からよく出るようになったんですけれども、そのあたりの前後において気候における英語のカリキュラムの変化っていうものはあったかどうか、まずそのあたりをお聞かせ願えればと思うんですけれども。はい、本校では、一番最初にその英語教育を始めたきっかけというのは、そもそも創立者の近藤俊夫という創立者が学校を建てた時に、その教育理念として、創立者がアメリカで事業を起こして、アメリカで生活する中で、その当時の日本人の女性とそのアメリカの女性のやっぱ権利であったりとか、その大学にも通っている女性もいるような、その時代背景的にもこのかなり日本の女の人とは格差があって、やっぱり日本人も世界で活躍するためには、教育を受けさせないといけないということで、本校は80年近くは女子校でやってきた学校なんですけども、そういう背景のもと英語教育を始めてますので、そこがまずスタートとして、お話しするところで一番最初にお伝えしたいところなんですけれども、そういうバックグラウンドがあった学校だったので、海外研修等はいろんな学校さんでもやられてると思うんですけども、一番のその共通テスト云々っていうところの4技能云々というところの前に、一番最初に海外研修を始めたところで、その海外アメリカのカリフォルニア州のサンタバーバラというところに、本校の一枚の施設を建設しまして、そこを拠点に長年海外研修の方を行っておりました。で、その海外研修を行う中で、中学校を再開をして、中学を再開したところで、やはり中学生海外研修全員で参加させようということで、中学3年生海外研修に行くんですけども、そこに向けてのステップアップの中で、4技能をいろんな形で学校の行事を通して学ばせるということをやっていましたので、共通テストに変わったタイミングで何かをしたというよりは、もともと行っている中で、その4技能をどう養っていくかということを考えながら長年やってきた学校でありますから、その辺は共通テストに向けてというよりは、もともとやってたもので今共通テストが来て、で、もちろん共通テストに全て通ずるところがあるかといったら、通ずるところもあればそうじゃないところもあるので、もちろんいろんなことはこの学習のカリキュラムの中ではいろんなことは再編はしてますけれども、基本的なその新たな取り組みという意味でやってるのは、共通テストになったからやったっていうのはちょっと正直見当たらないっていうのが、うちの学校の場合の話になるかなと思います。はい、分かりました、ありがとうございます。じゃ、例えばその共通テストに対して、特に何か対策というか、講座といいますか、例えば夏期講習とか、はい、特別な授業とか、そういったことはされていらっしゃるんですか？はい、共通テストの対策授業としては、これは高校3年時なんですけれども、高校3年時には、週2回ですかね、必ず共通テストの対策の授業を行ってます。で、それ以外にも今ちょうど学校の方が夏季補習になっておりますけれども、夏季補習でも共通テスト対策というのは、高3向けにやっておりますし、あと高校2年生のコミュニケーション英語とか、今ちょっと来年また名前が変わってしまいますけども、今は英語表現という、授業になるんですけども、そういう授業の中でも共通テストってやはり情報処理能力っていうものを求められるようなテストになるので、その情報処理に向けてどういうことを組み立てていくと、自分が読むスピードが上がって、あとは正答率が上がってっていうような、その読むそのスキルのところの練習ってのはもう高校2年生の段階から少しずつ始めているようなところになってますね。はい、
ありがとうございます、はい、じゃあそうしましたら次に、まあ、その4技能も一つ一つといいますか総合的にでもいいんですけれども、何かこう具体的なカリキュラム、授業にどのように取り入れているのかとか評価をどのようにされているのか、その辺をお話しいただければと思います。はい、まあ、多分ちょっとこれ実はボスさんの先生はですね、まあ、英語の教員なんですけれども、今から私がお話しする学校の行事とか授業の取り組みとか全て一応経験した実は卒業生になります。はい、で、なのでもしちょっと何か間違いあったら修正していただければいいと思うんですけど、はい、やっぱり英語教育をその始めるきっかけっていうのが先ほど の学校の、まあ、創立者の思いというものもありましたので、まあ、そこからいろんなものをこう発展させてきました。で、4技能に対する取り組みとして、まあ、一番はやっぱりこう話す力、スピーキングとリスニングですよね、聞く力、ここがまあないとどうしたってこう英語を勉強してても面白いとか楽しいとかって思えませんので、この2つはまあどういうふうに養っているかといいますと、今現状で行っていることですと、まあ、授業に関して言えば、週4時間ですね、週4時間中学1年生から、香港 の、まあ、英語ネイティブの先生ですね、ネイティブ教員、まあ、実は英語圏だけじゃなくて最近ですとアジアの方とか中国とか、今後入ってこられる方ですとフィリピンの方とか、まあ、アジア系の方でもやっぱり英語をもう本当にネイティブと同じように話し扱う、そういう先生も香港にいるので、そういう教員の力も借りながら、中学生は全員週4時間は必ずネイティブの先生だけが一人で授業を行うような形で、まあ、今言ったそのリスニングとかスピーキングの力をまずまあ日常的に触れながら、生きた英語を使いながら、まあ、養っているというところがまず一つです。で、さらにそういう力を身につけた後に、うちの学校は行事たくさんあるよね、本当に、本当たくさんあると思って、だって私もいろいろ経験させていただいたんですが、まず一番最初が、英語をこう暗唱して、そのまま発表するというレシテーションコンテストというのが中学1年生の時にありまして、でその後中学2年生になるとステップアップして、自分で今度は原稿を考えて自分が伝えたいことを発表するスピーチコンテストというものもありまして、その先ほど言った通り中学3年生の海外研修に向けてこうだんだんとステップアップしていくようにたくさんの英語行事がありますね。はい、多分その経験を経て海外研修に行くことによって、それまで培った英語力っていうのを、まあ、最大限こう活用して試す機会っていうのがその中学の2週間の海外研修になるので、まあ、そこに向けた、まあ、授業での先ほどの話の中にもあったようなネイティブ教員の授業、それから我々日本人がやってることとしては、やはりこう文法力っていうところが一番我々が多分、まあ、元々私も受けてきた教育はやっぱ文法中心の授業だったので、まあ、そこは今うちの学校で教えている先生方もやっぱそこに自信を持って教員として英語を教えているはずですから、まあ、そこを中心とした授業の中で、まあ、短文であるとか短い文とかも使わせながら、まあ、そういう基本的な例文をこう交わせたり、まあ、そのスピーチコンテストに向けた自分の文章の作成の補助をしたりとかっていうような形で、まあ、ライティング力っていうところも、まあ、我々日本人教員もちょっと携わりながら養っているところではあります。ただ、まあ、理想を話しますとアメリカの大学に通う留学生とかが大学の授業を出るために英語力を身につけるための ESL とかっていう授業があると思うんですけども、私自身もそのちょっと ESL の授業を受けてたことがありますので、そこで行われるようなこうエッセイライティングの授業っていうのが、まあ、最終的な目標というかゴールというか、そういうものがこう全員に学校の生徒に提供できるような現場が作れたら、そういう環境が整えられたらいいなとは思ってます。うん、はい、分かりました、ありがとうございます。それと例えばそういったスピーチコンテストとかのイベントの、まあ、評価とか振り返りとかそういったものって何かされてるんですか？そうですね、まあ、評価はまずネイティブがね、まあ、審査員でその場にいますんで、うん、そこで3つなんだっけ、何と何と何だっけ、発音、まず発音ですね、それからあと表現力、そして3つ目は何でしたっけ、
表現力と、あとはまあポスチャーとかだ ね、 そうですね、姿勢とかを見たりとか、うんはいはい、あと内容もですね、スピーチコンテストは自分であの原稿を書いてるので、うん、深い内容、しっかり考えられた内容を発表できてる生徒はそれだけ評価されてますね、はい、まあ、だからそこも評価の対象にはなってるっていう、まあ、表現力をこう学ぶ機会っていうのも結構多く設けてるので、まあ、中学1年生からあの先ほどのレシテーションもそうですけど、あとクラス単位で朗読劇とか英語劇っていうものもクラスでこう作り上げて、まあ、他のクラスと競い合いながらこう表現力を自分たちなりに考えてやっていくっていうようなこともやってるので、まあ、その辺がこう評価 の、 その対象になるってことも本人たちも分かってますし、あとはまあ授業の中でプレゼンテーションとかっていうものも行う機会もあるので、そこでこう、まあ、評価の基準としてこうちゃんとした、なんですか、ルーブリックというものはあの外国人の先生に全部作っていただいて、それをもとに外国人の先生も採点したりとかっていう形でやってますので、基本的にはそのルーブリックをもとに、行うような形であの基準を設けて採点してますね、うん、はい、その薬文学園独自のルーブリック表があるということなんですね、はいはい、分かりました。ちなみにそれ、何項目ぐらいあるんですか。ルーブリック自体は 1,2,3,4,5つ横にありますかね、うん、で 縦が多分6つか5つかだと思うんですけども、ちょっと今年またあのレシテーションコンテストやった時に、まあ、去年のちょっと反省を生かして新しく作り直そうということで、うん、またあの外国人の先生たちがあのみんなで話し合って新しく作ってくれたもので、今年からまたそういう新しいもので基準を設けて評価をしてますね、うんうん、はい、そうなんですね、わかりました、ありがとうございます。そうしましたら、こう薬務学園に入って薬務学園のカリキュラムでこういうふうなこう生徒像が出来上がりましたとか、まあ、こういう子ができましたとか、なんかそういった具体例などありますでしょうか。そうですね、具体例は多分ここにあると思うんですけどもまあでもあのそうですね、彼女の話を、まあ、多分彼女からあのボサム先生がしてもらった方がいいと思うんですけども、ボサム先生とまたちょっと違うタイプの子で、一つお話をさせていただきますと、中学に入学した時はアルファベット A から H までしか書けなかった子っていうのが、まあちょっとここ 今話をする主人公なんですけども、彼女も、今言ったような行事は全て、こなしてきました。でその中でも、まあ、多分一番最初にレシテーションコンテストっていうのは、まあ、暗唱コンテストなんですけども、入って2ヶ月後なんですよ、入学して。なのでそこでいきなりその英語の文章を覚えて、まあ、人前で、まあ、今はちょっと状況下が違うのでそういうふうにはできてないんですけど、当時は、まあ、あの保護者含めると150人とか200人ぐらいの前でいきなり12歳の子が発表する、まあ、彼女もそれやってるんですけども、それを やって、まあ、練習していくうちにあの楽しくなったみたいで、もっとこう発音できるようになりたいとか、まあ、アルファベットもっと書けるようになりたいってところから始まったらしいんですけども、まあ、そこから始まった子が、まあ、うちのプログラムの中でいろいろ多分感受性も豊かな子だったと思うんで、いろんなものを感じながら吸収しながら中学生の会話研修に行って、でそこでやっぱ悔しい思いをしたみたいなんですね、うん、足りない、自分はまあテストでは90点とかいつも取ってるのに、うん、で一番、まあ、あの実は向こう の、 あの大学の中で授業を受けるんですけど、その大学の授業もレベル分けするんですよ、日本でレベル分けしていってるんで、で一番上にいるのに全然英語が伝わらないとか、自分の英語力が足りないって感じたみたいなんですね。なのでそこで壁にぶち当たって日本戻ってきて、で香港の9ヶ月プログラムというあの事前3ヶ月日本でネイティブの先生が、まあ、アカデミックライティングとかの授業をして、うん、で留学に向けての準備をして3ヶ月留学して帰ってきてから、まあ、ブラッシュアップ3ヶ月自己学習するっていう9ヶ月プログラムがあるんですけども、それに参加しまして、でやはりあの目標とするのは、まあ、香港一応 C1 レベルを、うん、あの迫る C1 レベルっていうのを目標にしてたんですけれども、まあ、彼女自身もそれを、まあ、目標にしてやって、まあ、最終的に C1 はさすがに高校生の間届かなかったんですけど、まあ、B2 レベルぐらいですかね、準1級取ったりとか、あと、まあ、当時のセンター試験満点取ったりとか、
英語のテスト満点取ったりとかっていう、そういうところでやっぱこう自分の勉強学習したことを、まあ、試験または生きた英語で今、大学はあの理系の大学に進んで農学部に入ってるんですけど、その大学でなんかバイオ学かなんかが一番自分の興味のあるもんで、ね、まあ、理系の子なんですよね、うん、でもまあ英語はその自分の勉強というよりはその教科の一つよりは言語の一つして一つとしてうちの学校で学ぶことができたっていうふうに言ってくれて、うん、まあ彼女の場合はそれを武器にまあもちろん進路に向けても役に立ちましたし、あとまあ人生経験ですかね、その、英語使うとこう国際的な交流もたくさんできるんだってことをうちの学校のプログラムの中で感じてくれたのかなって、まあ、そういうこの話がまあうちの学校入って成長したこの具体例ですかね。一番いい例かもしれないですね。はい、こう失敗挫折を経験してでそれでこうまたその悔しい思いをしてやっていくっていう環境が整ってるということですよね。そうですね、まあ、いろんな機会が多かったですよね、うん、きっとね、はい、在学時どうでしたか。そうですね、あの私の場合はちょっとあの名前がまずボッサムなので、うん、あの英語が元からできるんじゃないかってよく思われるんですけれども、うん、あの父親はカナダ人なんですが家ではもう日本語しか話さないのでもう本当にその今の例の方と同じアルファベットをまあ、Z までは書きましたけど、はい、あのアルファベットは書けるけどぐらいな感じだったんですね。で私の場合はその挫折が割と最初に来まして中学1年生の最初 の, あの英語の授業でなんとなくできるかななんて思ってたらもう全く分からなかったんですね。だけれどもその周りのみんなにはできると思ってるからなんでっていう風にそのギャップがありまして、それがかなり辛かったんですが、その最初の2ヶ月後のレシテーションコンテストでもうこれは絶対頑張るぞと思ってたくさんネイティブの教員のところに練習に行って毎日毎日たくさんこう家に帰る間もずっと暗唱みたいな風にやってて、でそれであの努力賞を取ることができたんですね。でその時にあの成功体験をすごく感じまして、その後もこう行事ごとに頑張って頑張ってで達成感を感じてっていうのがあったので、あの本当に英語に対するポジティブな気持ちを八雲学園の行事から得ることができまして、で大きな行事だけでなく、あとファンフェアというものもありまして私のお気に入りの行事だったんですが、あのネイティブの教員が、教員ではないネイティブもですよね、50人ぐらい、もっといか60人ぐらいあの学校に来てくれるので、生徒6、7人に対してもうネイティブ1人でも本当に6人締めっていうんですか、そう6人でたくさん会話できる機会があったんですけれども、その時に今まで学んできた英語が伝わるのがまた嬉しくて、で英語祭でもその来てくれた方と英語で会話して伝わったっていうのが嬉しくて、そういう小さな成功体験をどんどん積み重ねていって、さらに英語を勉強したいっていう気持ちを私はどんどんあの得て、でそれでまた大学で勉強して、で今英語の教員としてあの戻ってきたっていう形なんですけれども、本当にいろんなところで先生方が褒めてくれたり、あの英語ができたぞっていう気持ちを得る機会がたくさんあるので、あの生徒が自信を持ってもっと頑張りたいって自分から思える環境が整っているのではないかなと思います。うん、はい、それとやっぱりこうお名前からこう最初のハードルが結構高かったんですね。そうなんですよ。そうなんです、なんかそのギャップを埋めることに最初は必死で、ちょっとマイナスな気持ちで頑張ると言いますか、こうみんなにダメだって思われたくないっていう気持ちが最初だったんですけれども、行事を通してこうただシンプルにもっとやりたい楽しいっていうポジティブな方に変わっていったのをすごくあの今になって思い返すと、あそうだったなというふうに思います。じゃあこうご自身で経験されたことを、はい、まあ、再びこう自分があの教える側となって生徒に伝えていくっていうことですね。はい、そうですね、なので一番気をつけているのは生徒に成功体験を感じてもらうことなので、あの授業中の小さな進歩でも絶対に褒めて、そこで自信を持ってもらう、で英語ってやればできるんだ楽しいんだっていう気持ちを持ってもらいたいっていうのを一番の目標にして、日々あの授業ですとか行事ですとかであの生徒と関わるようにしています。うん、実際に教えられていたんですか。授業はね持ってなかった
ったんですよね。でも本当にお世話になった本当一番お世話になったんじゃないかぐらいの、はい、なんでですかね多分、うん、まあいろいろこうやっぱ英語、まあ、留学関係とかは、まあ、ちょっと進路の方も私担当していたので、うん、まあ、そういう話で来てくれてたんだと思うんですけども、あと、まあ、彼女の場合は何かこう英語的なものを教えたというよりは、あの、まあ、普通の話をしてこう接する機会が多かったんですけど、人間的な部分でもいろいろ学ばせていただいて本当に、まあ、英語的なそのやっぱこう分野で、あの、私が個別で関わってる生徒とかはやっぱりこう、うちの学校はまあ結構そんなに規模も大きい学校ではないので、個別対応を結構もう上からもう言われていてやってあげようということで、そういう対応はかなりしてる学校ではありますんで、うん、まあその辺のところでこう英語もやっぱり今小学生なんかもこう人によってものすごい勉強して中学校入って、でいろんな多分こう想像膨らまして入られた時に、まあちょっとこう、あ、想像してたのとは違うなとかっていうふうに感じられる、あの、そういう、あの、中学1年生もいれば、逆にえこんなに難しいのっていうふうに感じる子もいればっていうのは、結構小学3年生からもちろん、まあ、英語、あの、授業として今小学校も始まりましたけども、まあ、その辺のこう温度差というかレベルの差っていうのは、まあ、習い事とか含めて変わってくるので、まあ、そういうところで、あの、こう溝ができないように、まあいろんなこともちょっと新しいことも今うちの学校ではやってはいるんですけども、まあ、そういうところはね、うん、やっぱこう達成感を味わってもらうっていうのは、うん、そういろんなレベルに対応できるような、まあ、プログラムとか、うん、環境は整えていかないといけないのかなということで、それは常日頃、あの、多分彼女がいた時とも、大沢先生がいた時ともまた違うような世の中になっているので、うん、その辺はこう時代に合わせてちゃんと対応はしていこうと思ってます。うん、はい、まあ、自分も多少経験があるんですけども、こう教えていた生徒がこんな素晴らしくなって戻ってきてで自分と一緒にこう戦力となってやっていくっていうのはかなり嬉しくないですか？そう、もう本当にあの素直に、あの、戻ってきてくれると、まあ、教育実習で戻ってきて、でその後彼女大学院の方も行ってるんですけども、で大学院行ったからもしかしたらそういうことじゃなかったのかななんていうふうに思ってたら、あの、大学院を終えると同時にもう戻ってきてくれたので、うん、あ、そこまで行ってちゃんと教育のことを勉強して、で、あの、自分の母校に戻ってきてくれるっていうのは、まあ、非常に嬉しいことですね。嬉しい限りですね。はい、じゃあ次は、あの、英検とか、はい、あの、TOEFL IBT とかそういったこう外部試験の対策の具体例、実績などをお話しいただければと思います。はいはい、外部試験はそうですね、今一番力入れて、あの、対策の方を、まあ、個別でできるように行っているのは、昨年度から、本校のその e ラーニングの英語のシステムをですね導入しまして、まあ、名前がイエスと覚えやすいように、あの、逆でイエスというふうに我々呼んでるんですけども、まあ、訳もイングリッシュゲートウェイトゥサクセスというような形で、始めたものが昨年度からありまして、で生徒1人1台ずつこうタブレットを持ってますので、そのタブレットをの中でもできますし、まあ、今生徒1人1台もうほとんどスマートフォン持ってるような時代なので、スマートフォンでもログインできるような形で、アプリではなくて、あの、サーバーにインターネット上で行えるようにしてます。でそのシステムの中で、英検も5級から1級、IELTS、TOEFL、あとは TOEIC、 あとは大学入試も含めて全てその中で、まあ、あの、完結できるような形で自分のレベルに合わせて学習できるような形にしてます。これも、まあ、我々が、まあ、英検が近くなってきたら英検の過去問をそこに配信するとか、まあ、大学のテストも、あの、過去問が入っているので、その過去問の中でも高校2年生ぐらいからもう興味持っている子はどんどん始めたりとかもしてるんですけども、要は自分のタイミングで自分のやりたいことを自分の時間でできるような形を取りたいということで始めたものがあるので、まあ、この辺を使いながら生徒結構それを使って英検なんかこう対策を自分でこうマネジメントして、タイムマネジメントをして行えるようになったっていう、そういう効果は今出てますね。はい、はい、分かりました。ありがとうございます。じゃあ、最近のこう入試の傾向として、
まあ、その英語入試とか中学受験での英語入試っていうものを採用している学校もちらほら出てきてはいるとは思うんですけれども、これが例えばこう八雲学園さんの方で検討されていることっていうのはあったりはしますでしょうか。実は今日その質問が来るということもちょっと伺ってましたので、募集委員長の方にも今日確認をしたんですけども、現時点でそのすぐにこう導入をしようということで考えているわけではないようです。ただ我々もその未来発見入試というものでは英語をやってますが、それを導入したのももう6年7年ぐらい前なんですけども、まあそれをやって6、7年経って、まあ今年実は未来発見入試の英語のちょっとこうレベルも少し入試の難易度としては 1段階上げようということで問題を今作り直しをしているんですけども、まあやっぱこう時代とともに英語の入試というものも各学校さんもやり始めたりとか、まあ、あとそれが本当スタンダードに多分なる動きがもしこれから出てくるんであれば、まあ、それに対して我々も動かないといけないと思ってますので、まあ、準備はちょっとしていこうというような話はしております。今すぐにではないですけれども、まあ、やっぱそういうものが必要だっていうふうに多分世の中がそのうち多分自然と求めてくると思うので、そうなった時にこうすぐ動き出せるような形で準備をしていこうかなと思っているところです。はい、その未来発見入試で英語試験をやられているので、もしそれがスタンダードだったになったら、まあ、すぐに対応できるということになりますね。そうですね、はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ最後、他に何かこうアピールされたいことなどはありますでしょうか。そうですね、ちょっと私ばっかり喋ってて申し訳ないんですけども、多分高校2年生の時に始まったラウンドスケアかな、それが多分一番、高校2年生、もうちょっと後ですかね、もうちょっと上、年上ですね。イェール大学との交流とか、まあ、その辺もいろいろこうちょっとイベント系の話ばっかりで申し訳ないんですけども、イェール大学さんが、まあ、アメリカのイェール大学という大学のアカペラグループが、女性のグループがありまして、これはなんか伝統的にイェール大学っていろんな混声であったりとか女性だけだとかで、アカペラがすごい盛んなサークルでやられてる学生さん多いみたいで、部活陸上部入りながらアカペラにサークルで参加しているとか、そういう方たちでこう編成されているアカペラグループと、まあちょっといろいろな縁がありまして、交流が 7、8 年ぐらい前に始まりまして、それもやっぱこう先ほどの話に戻りますけど、こう英語を自分の英語を一回ここで使ってみようっていう機会をイェール大学生にぶつけてみようということで、実はそれをもう中学生からやってます、でこれも海外研修に向けて小学生と現地の小学生と交流があるときに日本の伝統の遊びとか日本について紹介とかもするんですけども、まあ、そういうところをこうイェール生でまず、6月ぐらいに来るんですけど、イェール生にそれをやって一回試してみてからサンタバーバラアメリカに行って実際に現地の小学生に教えるとか、踏み台にしてるわけじゃないんですけどそういうことをしてみたりとか、まあ、あと最近のその、まあ、うちの学校の一番のやっぱ特徴としては、まあ交流であったりとか行事であったりというところが多分一番の他の学校さんと比べて多分多い学校だと思うんで、もともと多かったんですけども、4年前で5年前ですかね、ラウンドスクエアという国際私立学校連盟というところに加盟して、このやっぱりラウンドスクエアというのが、まあ、200校ぐらいですかね、世界の50カ国200校ぐらい加盟してるんですけども、ここに入ってからちょっとまた違う世界が見えてきて、今は、今国際会議というものが年に一度行われているんですけども、我々が参加した国もその開催される国も様々なんですが、今までですと先ほどお話しした、そのサクセスストーリーじゃないですけども、その生徒さんはドイツで国際会議参加してよりまたこう国際的な感覚を身につけましたし、あとは南アフリカ、カナダ、インド、まあ、こういう私も行ったことないような国で国際会議で自分たちの同年代とこう交流をする、こういう機会がまあラウンドスクエアに加盟してから設けられてますので、こういう国際化が進んでいるっていうふうに言われている時代の中で、学生の時からそういう体験ができる
まあ、そういう環境をこう我々も整えていかないといけない、まあ、その辺がこう合致してきたのかなっていう感じはします。ですからまあニーズと、まあ、それから我々がまあ今提供しているものが、まあ、生徒も保護者もやっぱそういうものが好きなんですね。うちの学校に受験してきたり入ってきたりする生徒っていうのは、なんでまあそれがこのラウンドスクエアに加盟したことでより広がったっていうのが今のうちの学校でまあお話ししたいことの一つではありますかね、はい。それとまあもう可能性がもうものすごいいっぱいありますよね。世界が舞台みたいな感じになると思います。じゃあまあそういった形で、この私たちのコンセプトはこう偏差値だけとか大学の合格実績だけで、志望校を判断するのではなくて、まあ、そういったあの他のアプローチの方法でいろんなあの学校の側面を見ていただければいいなという形で今回のこういったお話し合いをさせて開かせていただきました、はい。ですので、まあ、こういったこのあの話し合いが、志望校を決める一つの助けになれればいいかなというふうに思います。じゃあ近藤先生、ボッサム先生、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい。